阪神競馬場3レースは3歳未勝利ダートの 1800m 戦、出走馬13頭です。スタンドから見て右手ゲートイン、吹きつける風を正面から浴びる形でのゲートイン。偶数番各馬、2番カレンラグレース、4番シゲルテイを収まって、最後13番名将クーガーと、ちょっとゲートの中でうるさい馬がいますが、その落ち着きを確かめて13番名将クーガー収まって、今係が離れました。スタートしました。若干5番クリノエイブラハム遅れました。コースタート好出し、4番シゲル天王飛び出していますが、そのうちから3番ダンスミガー早い、行きました。1馬身リード。6番のサンライズグルーヴが2番手から追って、そのうち4番シゲル天王今日は前へ、さらに7番テイエム早掛け、外から9番マテンローレガシーも上がって、内は1番のドルバル、これら先団を形成。2馬身相手、2番のカレンナグレース、その後ろから8番のリードブロー、外目に出して、その後ろ13番メイシオクーガー、1、2コーナー中間、2コーナーカーブで3番ダンスミガー抜けました。1馬身リード。6番サンライズグルーヴ2番手向こう上面に入れて、インの3番手に4番シゲルテイオー今日はつけました。外体半分、7番テイエム早掛け、向こう上面中間へ。2馬身相手、1番のドルバル、外は9番マテンローレガシー、1馬身半差、外へと出した8番のリードブロー、中段残り 1000m 切って、内は2番のカレンラグレース、その直後に12番のアグネスクー、1馬身差、外から13番メイシオクーガー、あと4馬身5馬身11番パーティーキング、さらに5馬身ぐらい相手、10番のアンパとおしまいから2投目、5番のクリノエイブラハム最高峰、 1000m 1分2秒8、3、4コーナー中間へと向かいます。3番ダンツビガー先頭でリード、1馬身1馬身半と広げにかかるか、600を切りました。しかし追ってついていく6番のサンライズグルーヴ、体半分と再び差を詰めて、1馬身差、7番テイエム早掛け3番手、その後4馬身がいて、内出し添えに進路を取った8番リードブローが4番手、2馬身がいて13番名将クーガー、直線コースへ入りました。さあ再び3番ダンツビガー振り切って1馬身のリード、しかしまた差を詰めて6番のサンライズグルーヴ並んで、今度は捉えるか、その後ろ3、4馬身がいて、外から13番名将クーガーが3番手に上がるか、内は8番のリードブロー3番手争い、わずかに先頭6番のサンライズグルーヴ、食い下がる3番ダンツビガー、8番リードブロー追って3番手サンライズグルーヴ、ゴール2着3番ダンツビガー、わずかに残して8番のリードブロー、最後は際どく迫っての3番手に移ります。しかし2着争いです。ここは接戦となりました。最後並んでいます。6番のサンライズグルーヴ追い比べから抜け出ています。タイム1分53秒3、逃げた3番のダンツビガー、わずかに2番手粘ったように映りますが、外から最後8番のリードブロー、並びかけたところがゴールで、ここは2着争い。勝ち時計1分53秒3、ゴールまでの 800m 50秒4、 600m は38秒1でした。6番のサンライズグルーヴ制しました。そしてかわされた逃げた3番のダンツビガー、わずかに粘ったように映りますが、最後その外へと持ち出して8番のリードブロー迫って、のこれが3着です。その後外から追い上げた13番の名将クーガー4番手、その後7番のテイエム早掛け以下続いています。あとは大きく離れました。1着6番のサンライズグルーヴ、鞍上松若風磨騎手です。1着6番サンライズグルーヴ松若風磨騎手、2着が3番のダンスリガー、3着8番リードブロー、4着13番名将クーガー、5着7番のテイエム早掛け、タイム1分53秒3、ゴールまでの 800m 50秒4、600m 38秒1の競馬でした。確定までお待ちください。阪神3レース勝ちましたのは6番のサンライズグルーヴ、鞍上は松若風磨騎手。前走は少しスタートでつまずくアクシデントがあったんですけれども4着、今日はしかしスタート決めて先行してダンツビガーを最後かわして1着となりました。2着ダンツビガー、3着1番人気8番のリードブロー、6番3番8番は3番人気2番人気1番人気です。単勝6番 5.5 倍、枠連3号 9.8 倍、馬連3番6番 9.3 倍、馬単6番3番 23.1 倍、3連複3番6番8番 6.2 倍、3連単6番3番8番 57.3 倍です。
確定までお待ちください。